相馬はね、オリンピック出てましたし、いい選手ですよね。いい選手っていうことは分かってる。相馬は正直な、てんてんてん。相馬はいいイメージなかった私、いいイメージあった気がするけど、まあ,あ、オリンピックで。相馬なんでいい選手だと思いますか覚えてないんだけど、いいイメージがある。オリンピックの時盛り上がったよね、チャンネルで。なんでだろうなんか盛り上がったよね。盛り上がったの覚えてるな。相馬活躍したら三笘の控えあり得ますかね。どうだろうな。 確かに狙い目ではあるよね。南イが一応左で使われてますけど、三笘か南イっていう感じですよね、最近は。決めてきた。決めました。相馬のフリーキック。アピールしました、相馬。いきなり壁の上越えて。いいキックじゃないですか、これ。早いよね。ボールの重力で落としたっていうよりも、回転で落としたキックでしたね。プロ代表でフリーキック決まってるリセプスそうっすね。うんねんぶりじゃないですか、マジで。 相馬は上げていいレベル。てか相馬本当にいい。い相馬いいっすよね。やっぱ相馬いいんじゃないですか 相馬幅の取り方ほんと賢いな。いやほんと、相馬に対してちょっとネガティブ意見ありましたけど、やっぱいいな。相馬はクラブでカットインをすごい良くするようになって、縦だけじゃなくなった。相馬はやっぱすごいいいってことですか相馬良かったと思いますよ。相馬でやりますけど、宮市の時中に入りきってしまって杉岡がなかなか上がってこないっていう状況の時に、また開き直すっていう場面あったじゃないですか。で、開き直す過程でボール受けると、やっぱ体の向き、外側向いちゃうじゃないですか。 で、相手に背後から寄せられる状況で外に広がっていくんですよね。ボール受けて、こういう状態で広がっていく。で、なかなかいいプレイできないんだけど、そうなってくると。だけど、そうまって、内側に入ったとしても、開くのが、もうワンテンポ早いんですよね。だから、パスをもらった時に、顔が上がる。このちょっとした違いなんですけど、そういう部分で、幅を取るっていう仕事をしっかりできる。で、かつ、ゴール前まで顔出せるっていうのは良かったんじゃないかな。西村いいなぁ。いい仕事しますね。 コートさん、脇坂が気に入った感じですか脇坂も良かったっすね。だけど、前半の西村も良かったね。どっちも良かったと思いますよ。素晴らしかったと思う、どっちも。甲ーつつきがたいなと思いますけどね。西村はすぐドイツ行ってほしい。で、1年後、今日と同じようにできれば次回大会の主力。いや、ほんと主力になれるっていう選手の質だったと思いますね。 マチノ。マチノも良かったんじゃないかな。ちょっとマチノにも注目してみたいな、もっと。マチノの部分はあんま見れてなかったけど、マチノがいい仕事してるからボールが回るっていうところあると思うね。 マチのいい仕事してるね。マチの良かったね。スペース作る動きっていうのもできたし、ヘディングの上手さも見せたし。あと、ポストプレイも結構やってましたよね。正確に。マチのも再三ですね、ボールをワンタッチで、特に胸で丁寧に落とすっていうプレーも多く見られましたし。あと、渦の動きを藤田と岩田がやるんですけれども、まあ、脇坂、西村もそうなんですけど、渦にうまく関係していて、 で、町野と西村のパスコースがこういうところで被るようなことがなく、うまく背後のパスコースを使いながら三角形の関係をトップとトップ下で作れていたというのもあると。で、西村がシュート決めた部分なんかもハイライト見ればおそらくこうなってるんだろうなっていうのがあるんですけれども、ここで町野がシュートコースを塞いでないんですよね。しっかりスペースを作るように動けている。かつ、シュートも狙える位置に移動していると。いうので、こういう動きがドイツ代表の動画でもお伝えしました通り、 まあ、近年ね、間取りでもベンゼマ流れとかありますけれども、うまくトップが背後から上がってくる選手のスペースを開けるっていう動き、マッチのできてたと思いますね。なので、ポストプレーも得意で、で、プレッシャーもかけに行ってる場面もあったし、ただ走り回るっていうプレッシャーのかけ方じゃなくて、うまく味方を使っていくっていう攻守にわたって、賢いプレーを見せていたなと思います。 若手の選手、国内の選手で構成されましたが、うまくアピールできた選手が多くいて、特にですね、町野も素晴らしかったし、トップ下のこの二人も素晴らしかったと。左サイドの相馬も素晴らしかったですね。多くの選手がアピールできて最高の試合になったんじゃないかなと思いますね。まあ特に今後注目したいとか、この試合で株を上げたのは藤田と町野かなと。 思いました。次が中国戦。中国戦はちょっとライブ配信を今のところ見送る格好ではあるんですけれども、中国戦の次は韓国でしたかね。街の藤田、しっかり見ていきたいなと思います。まあ、A 代表ほど名のある選手っていうのはいなかったとは思うんですけれども、素晴らしい若手が効果的に機能していて、うまくかぐるまが噛み合ったようにですね、お互いがお互いのスペースを使ってうまく使わせるっていうことができてて、素晴らしい連動した森安ジャパンだと。もちろん相手のレベルっていうのも あるんだけどそれでもここまで機能してたっていうのはなかなか今までなかったんじゃないかなっていうぐらい素晴らしい試合見させていただきましたありがとうございました。いいいいねチャンネル登録よろししくお願いいたします